じゃあ皆さんおはようございます。私は京都にあります株式会社吉祥というエルビを作っているメーカーです。皆様のお手元にあるエルビですね、まず一つが24色入っている四角いものになっているんです。それともう一つ8色も入っている、ちょっとキラキラしているキラキラ系のエルビ、それともう一つ6色入っている、これが蛍光バリューを使ったエルビです。で、斉藤先生からお話をいただいたように、筆さえ、文字と筆さえあればすぐに使えるエネルギーです。で、大体皆さんエネルギーというと中入りのエネルギーとかそういうふうなのを思い浮かべられると思うんですけども、もう簡単に言うとそれをこういうお皿に入れて固めてやって、筆に水をつけていただいて混ぜていただくだけで使えるように作っているのがこういう盆栽というエネルギーです。日本の絵の具の中で一番よく使われる絵の具なんですけども、本来日本画っていうのは岩というか石ですね、こういう石皆さんご覧になったことあるかどうかわからないんですけども、これは分業青なんです。でこれを砕いて印紙分け細かくして、それを何段階かに分けることによってですね、色の濃度、濃淡を出すというのが大体日本語の絵の具で使われていることなんです。で、これなんですけども、これは分譲、これは乱暴刀という石なんですけど、これが絵の具になるとですね、大体1キロ40枚するような絵の具になっています。まあ、ですけど、これは石ですので、そんなにはしません。ほとんど手間があります。今日はですね、お時間も限られた時間ですので、のりと一緒に絵の具を塗って画面につけていただくということを作業していただくのにはちょっと時間が足りませんので、というように一番簡単に使える絵の具で、比較的日本画の中でもよく使われる絵の具を使って、ちょっと斉藤先生と皆さんと楽しんでいただければなと思います。Thank you.
か、あの特に欲しているような質感のものが、そこそこが出てきている3万円の1000シティ、1000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 万円の1000シティ、